お怪我はない？別に怪我はしてないけど、それよりどうしたの？私に会いに来てくれた？探してたのよ。あなたが行方不明になって私たちがどれだけ心配したか。行方不明ってどうして？あなたが緊急救難信号を発信したんでしょ？え？あれは事故っていうか。ならどうして救助に向かった無人ポットの反応がロストしたの？それはいろいろあって。俺が、うん、いや僕がやったんです。先輩、市川さんが危険だと思って。その君は、お姉ちゃんに紹介するね。桐島海斗君、私のその彼氏さんっていうか。どうも初めまして。何考えてんのよ、一花。原生住民と接触するどころか恋人作るってどういうこと？あなた連盟法分かってる？ね、分かってる？お姉ちゃんだって海斗君と接触してる。私は助けに来たの。非常事態なの。私も非常事態。私たち家族がどれだけ心配したと思ってるの。あなた今の状況何にも分かってないでしょ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あ、レモン先輩遅いっすよ。今後のストーリーを考えすぎてて。一花と桐島くんはまだ来てないんす。集合時間間違えてるのかな。谷川さん、悪いけど見に行ってもらえる？え、あ、改めてご挨拶させてもらうわね。一花の姉の高月恵美香です。桐島海斗です。桐島くんね、事故に遭った一花を保護してくれてありがとう。家族を代表してお礼申し上げます。いえ本当にご迷惑をおかけしました。一花は私が連れて帰りますので。お姉ちゃん！辺境惑星からの救難信号、救出に向かった無人ポットの通信途絶。一花、今のあなたは遭難者どころか行方不明者扱いになってるの。それを知った私たちがどれだけ心配したかわかる？親戚中大騒ぎになってるのよ。だから私が有給取って最新鋭の船をレンタルして必死になってあなたを探しに来たの。それが何？これだけ心配かけたくせに能天気に暮らしてるどころか彼氏まで作って。ごめんなさい、そんなに大事になってるとは思わなくて。あのお姉さん、悪くない響きね。年下の男の子からそう言われるのなかなか新鮮。その一花さんの無事が分かったんですからもう問題ないですよね。ああ確かに。捜索はすでに始まっているの。でも私が無事だって報告すれば。開発レベル F、 原生住民との接触が許されない辺境惑星での行方不明者。連盟とすれば
一刻も早く状況を確認したいはずよ。もしあなたを見つけ今していることを知ったら即座に逮捕拘束、連盟法によって裁かれることになるわ。そんな、どうにかならないんですか？だから私が来たの、一花。ことが大きくなる前に私と一緒に帰るのよ。そんな、やだ、カイト君と離れない、絶対に離れない。あなたがとどまれば桐島君やこの星にも迷惑をかけることになるわ。私何も悪いことなんてしてない。そういう問題じゃないの。どうして分かってくれないの？先輩、落ち着いて。お姉さんの話をちゃんと聞いてどうすればいいか。どうすることもできないわ、一花。あなたならわかるでしょ。リノ先輩。先輩、ごめんなさい桐島くん、みっともないところを見せてしまって。いえ。高月先輩、谷川さん、何してるんですか？撮影時間とっくに過ぎちゃってますよ。なんで靴履いてないんですか？先輩。あの先、いえ、一花さんはどうしても帰らなくちゃいけないんですか？いけないわ。一度戻ってまたここに来るとか。こんな状況だし、それは難しいでしょうね。だったら俺を一緒に宇宙に連れて行ってもらえませんか？俺何でもしますから。あんなガサツで意固地な子で本当にいいの？はい。少し場所を変えましょうか。帰るって、私の捜索はもう始まってて、とても逃げ切れるような相手じゃないの。話し合いにも応じないと思う。どうにもならないんですか？うん、無理に残ろうとしたらきっと大変なことに。だから私は。行っちゃうんですか？カイト君も残して宇宙に行っちゃうんだ。でももう私にはどうすることも。好きな人と一緒にいること諦めるんですね。そんな簡単に諦めるような気持ちで、その程度の気持ちでカイト君と付き合ってたんですか？私がどんな気持ちで。谷川さん、勝手にすれば。諦めて好きな人残して宇宙でも何でも行っちゃえ。この星いいところね。こんなに自然が残ってる。私の星とは全然違うのに、なんだか懐かしいわ。一花さんも同じことを言ってました。自分の頭の中にあるイメージの場所がこの星にあるって、だからこの星に来たんだって。そのイメージね、私の中にもあるの。え？おそらくだけど、一花や私の先祖がそのイメージを遺伝子データに組み込んだのね。私たちはそれを受け継いでいるのよ。どうしてそんなことを？さあ、ご先祖のお宝でも埋まっているのかしらね。私はそんなの気にしないけど、一花はずっとそのイメージを引きずっていたのかもしれない。一花を探すときにこの星全体をスキャンしてみたけど、イメージと合致する場所は見つからなかったんだけどね。あの一緒に宇宙に行きたいって話だけど、開発レベル F の住人を宇宙に連れて行くことはできないわ。この星の人々が恒星間航行できるほどの技術を得て、私たちと接触し銀河連盟に加わって、そうなって初めて桐島君の望みは叶う。そうなるまでこの星の標準時間で何百年もの時間が必要でしょうけど。何か別の方法が。連盟法が改正でもされない限りは無理ね。
ありがとう、桐島くん。一花のことをそんなに思ってくれて。でも、一花は連れて帰るわ。それが、あの子のためなの。あの子に彼氏がいただなんて。せっかく迎えに来たのに、なんだかそんな役回り。高槻一花さんのお姉さんですね。誰？カンナ戻ってこないね。レモン先輩もどっか行っちゃうし、タグ、カイたちも何やってんだか。撮影忘れてイチャついてんじゃねえだろうな。私はちょっとラッキーかな。あ、そうか。そうですよ。何がそうなの？カンナ。カイたちは？知らない。どうしたの、カンナ？高槻先輩が宇宙に行くんだって。迎えが来るんだって。え？事情があるんだって。どうしようもないんだって。だから映画作りもおしまい。ここにいても無駄だから帰りましょう。ちょっと待って、カンナ。何？高槻先輩は本当に宇宙へ行きたいって思ってるの？そんなの。カイはどうなるんだよ。いいのかよ、カイを残して先輩が行っちまって。このままでいいのか。カンナはそれで本当にいいのかよ。そんなの いいわけないでしょ。さっきまでお姉さんと話してました。宇宙に連れてってって言ったら断られましたけど、俺諦めてませんから。先輩と一緒にいられる方法を。私ね、谷川さんに怒られちゃった。え、どうして？先輩、まさか。リノ、私をジャンプさせて。先輩ダメ。先輩、諦めんの早くねっすか。鉄郎、北原さんも。事情を聞きました。だから来ました。ほっとけねえよな。困るんですよね。高槻先輩がいなくなると映画撮れなくなるし。谷川さん、私、高槻先輩にここにいてほしいです。俺も。でも、ここには桐島くんがいるんですよ。でも、本音を言ってよ。先輩は本当はどうしたいんですか？行きたくない。帰りたくない。離れたくない。カイトくんが好きなの。俺も好きです。一緒にいたい。宇宙ぐらい敵に回したってどうってことない。だったらそうしろ。ありがとう。んで、どうする？逃げるか？どこかに隠れるとか。それは困っているようね。レモン、そんなあなたたちに朗報があるわ。先輩が地球に残れる？ええ、可能性は限りなく低いけれど、でもゼロではないわ。何をすればいいの？一花、あなたは頭の中にあるイメージの場所っていうのを探してたのよね。ええ。だとすると、この地球には以前にも宇宙人が来たことがあると考えられないかしら。でもそこはあくまで私のイメージで。Yeah!
先輩のお姉さんが言ってた。自分の中にも先輩と同じイメージの風景があるって。でも地球にそれらしい場所はないって。記憶にイメージを残すなんて手の込んだことをしたのよ。その場所にはイチカたちの技術では見つけられない処置が施されているかもしれない。なら調べようが。イチカが調べたデータを地球の地図で比較してみるのよ。そうか、もしデータにない場所が地図に載っていたらそこが。でもあなたどうやってそのことを。助言してくれた人がいるの。それってお姉ちゃん。私あんなにわがまま言ったのに。お友達に感謝することね、イチカ。時間がないわよ、急ぎなさい。その場所を見つけて、そこに地球人と異星人が接触していた痕跡があれば。地球は開発レベル F の惑星ではなくなる。捜索隊が来る前に見つけることができれば。先輩、イメージの風景は日本に限定していいんですよね。うん、その中にあった植物の生息具合から新州に限定していいと思う。絶対に探し出す。おう。なんか来る。右から。カイも少し寝ろよ。けどいつ先輩の迎えが来るか。なら眠気覚ましにいいこと教えてやるよ。いいこと？この前カンナに告った。嘘。お前何それ。結果は分かってたんだけどな。お前だから谷川のことを俺に。俺はさ、俺のことばかり考えすぎてたんだ。だからお前にはそうなってほしくねえ、哲郎。あとな、沖縄に行った時ミオに告られた。マジで？マジで。なんかさ、高校入って何もしてなくてなんかしたいと思ってたらいろんなこと起こっちゃったな。先輩が来てからは特にな。この夏はすげえよ。ああ、なんたって宇宙だしな。これぐらいしかできないけど見つかるといいわね、イチカ。あなたの場所が、未来が。俺いつの間に。もう少し寝てていいわよ。私たちも起きたから。なんなら私の膝で寝る。え、いや。何ラブラブしてんですか。そういうわけじゃ。ええ、別に。なんだ見つけた。チェックされてない場所。じゃあ先輩。お姉ちゃん、捜索隊が惑星の近くに。早く。お姉ちゃん。先輩。いいの、急いでさっきのポイントへ私たちをジャンプさせて。なあ。リノ、どうしたの。なえ、そんなリンゲージのアンチフィールドが惑星レベルで張り巡らされている。転送ができない。どうする、電車で行くとしても3時間はかかるぜ。追っ手が来てるんでしょ。早くしなきゃ。なんだこりゃ。無人。私よ。レオン先輩。こんなことがあろうかと車を用意しておいてよかったわ。先輩、免許持ってたんすか。ええ、一通り。迎えてどんな人が来るんですか。多分この前と同じ救助ポットだと思うけど。イチカ、相手はあなたの生体データをスキャンして追ってくるのよね。ええ、でもどうして。これを羽織ってあなたが放つ生体反応を軽減してくれるわ。それからこの装置、スイッチを入れるとイチカの生体データと同等のものを発信するわ。でももしかしてこれも。そう、あなたのお姉さんに協力してもらったの。姉ちゃん。よっしゃ、このまま目的地まで。うわぁ。ギシギシ言ってる。まさか。
くん。あ、了解。私も行く。ミオ、一緒に行かせて。ほら、寄ってこい、寄ってこい。ビングワン、鉄郎ミオ。何？今度さ、映画行かね。カンナとカイ抜きで、二人で。行く。レモン先輩、75線に入ってください。残りあと10キロ強。後ろ。まだいる。私がおります。谷川さん、先輩のためにやるんじゃないんです。大好きな人のためにやるんです。私の大好きな人には笑顔でいてほしいから。谷川、3年後死ぬほど後悔させてやるんだから。追って、いないみたいです。桐島くん、これを。俺のカメラ。何をするの？決まってるでしょ、撮影をするのよ。は？ヒロインは敵の攻撃をかいくぐり、目的地を目指す。素敵なクライマックスが撮れそうね。そして、エピローグは神任せ。これもまた、映画作りの醍醐味よ。準備 OK です。用意スタート。僕たちはきっと忘れない。みんなと過ごした特別な夏を。どんなに時が流れても、僕たちはあの夏で待ってる。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。